チャンネル DMM 人事部熊谷です。白石まなみです。田本です。はい、そして今回も人事のプロ田口さんにお越しいただきます。よろしくお願いします。お願いします。今回ですね、気になる方も多いんじゃないでしょうか。グループディスカッションで人事はここを見ているぞと、はい、いうお題でございますが、またいろいろ教えていただければと思うんですけど、どの辺見てますか田口さんは。選考の最初の方にあるグループディスカッションと、うん、例えばもうほとんど最終フェーズとか、もう内定に近いところのフェーズであるグループディスカッションって大体2パターンあるんですよね、はい、最初の方にある方っていうのは大体まあ足切りに近いような、うん、まあ、7割通過ぐらいするとか6割通過ぐらいするんだけど、まあ、一応ちゃんと見極めるためにやってる内容があるので、はい、テーマも一般的なのが多いし、まあ、そんなに難しくないテーマで時間内に何かやるっていう感じが多いんですけども、じゃあその時何見なった時に参加者が少なかったりとか、うん、1テーブルに2人とか3人とかちゃんと見てれば超細かく見れるんですけど、はい、まあ、そんなことは多分オペレーション上できないことが多いので、そうですね、まあ、みんなにやらせて大体見てるっていう感覚になると思いますと。でそうなると見れるものっていうのはもう限られていて、はい、基本的にはその人の姿勢とか態度とか、取り組み方とか、その中でのまあ存在みたいなものを基本的には見るっていうことがほとんどになっちゃうと思います、はい、ベタ好きだとほとんどコミュニケーション見てるので、うん、その一言一句一応見ながら、でもどっちかというと流れを見ながら、まあ、その中の役割とか存在を見て明らかに違うなっていう人を落とすという、はい、思想でやります。後半の方、はい、後ろの方になるとこれはもう先行してきた人がいるんで、ある程度のスペック、はい、であとはうちの会社に合う人たちが集まっているので、そうなると今度何が見えるかというと、実際に入った、ね、入社した後に実際こういうメンバーでもし物事をやった場合、プロジェクトをやった場合、どういうコミュニケーション、どういうレベル、はい、どういう役割を取るのかっていう、この本当にコミュニティの中でのポジショニングとか能力の出し方とか、はい、人との関係性っていうのを具体的にまあチェックできます、はい、さらにそのコミュニケーションを細かく見ることによって、この人の発言がどのくらい影響力があるのか、それからその流れを組んだ、まあ、なんだろう、発言をちゃんとうまくできたのかとか、はい、それからまあロジカルなのかとかクリエイティブなのかとか、うん、あとはそのチームとして なんかそのポジショニングによってその参加の仕方が変わるので、はい、その人のキャラクターとか、まあ、価値をどういうふうにこう、まあ、引き出す、お互いに引き出してるのかとかっていうのを見ながら、このチームの中でのなんかこう集合体の中での存在感っていうのをちゃんとチェックして能力を見て判断するっていう形の、この大体2つのパターン、それからそれぞれの目的に合わせた形で見ているという、これは多分会社によっても違うと思うんですけど、はい、学生さんからよくいただく質問とかで、うん、協調性を重んじてる人と、うん、とにかくそのロジカルシンキングで良いアウトプットを出そうっていう人を重視してる人ってどっちが評価されますかって多分聞きたい方多いと思うんですけど、社員の人とか、まあ、帯訪問とかその事前に、はい、この会社はそのロジカルな人と協調性のとどっちの方が評価基準としてありますかっていうのは、例えば選考の評価基準としては、聞けないけど、はい、会社の社内の評価制度の中では、はい、その項目ってどういう風なプライオリティになってますかって聞いたら、それを教えてもらえるはずなんです、絶対に。自分の評価制度が、新人の時にこういう項目があってみたいな、はい、でこの項目聞けば基本的に新人の時に必要な項目だから同じなんですよ、はい、入社基準。そうですね、まあ、その中にあった優先順位で見れば、両方あったら両方見てるって思うし、片っぽなければ、うん、あそんなにそこは優先順位高くないなっていう風に判断して、うん、そこで多分確認した方が早い。なるほど。これ学生でね、入社後のね、要は評価制度について超質問してくるのか、僕過去ほぼないです。まあそうですね、うん、レアですね。そうだって入る会社の評価制度一番重要じゃないですか。だって何で評価されるかって、はい、キャリアの話は聞くんだけど、そこで何の項目で評価されて上がっていけるのかって具体的に書いてあるわけだから、うん、それ聞けば分かるじゃないですか、はい、必要な人っていうか求められる人とか、それがね全然みんな聞かないで、でも入る会社だよとか思うんだけど、うん、冷静に考えて欲しいんですけど、世の中の人、仕事でグループでディスカッションすることってほぼなくないですか？ないね。会議って基本的に予実管理、はい、要はやったことの、まあ、進行進捗管理、うん、でできたかできてないか管理をする場であって、うん、なんかこう役職が違う者同士でディスカッションをしてなんかこう意義があることってあんまないから、結局ディスカッションっていうのは基本ないっていうのが多分リアルだと思います。なのになぜこんなにどこの企業もグループディスカッションをして能力を測ろうとするのかが分かんないんですよ。グループディスカッションでいろんな能力がまあ確かに見やすいっていう意味であればいいんですけど、まあ、グループディスカッションはなんかこう仕事の予習ではないですよね、うん、しないからディスカッションとか上司の指示通りいかに忠実にこなすかだからでもその指示の中でも指示が若干抽象的だから、うん、あの抽象的な部分を自分の試行錯誤を繰り返して最大限いいアウトプットとして上司に提出するみたいな、
だから裁量権がないとはまた違うんだけど、基本的にこうトップダウンでやるのが組織なんで、ディスカッションしていいアイデア生まれたねみたいな、そんなことはなかなかないですね。企業側はね、結局じゃあなんでやってるのって言ったら、はい、まあ、このグループ面接もグループディスカッションも一度に複数の人を選考したいっていうことだけですよ。そのためには自分が面接するよりもみんなで話し合ってそのコミュニケーションでこうキャラクターを出してくれた方が客観的に見て判断できるっていうことをもう目的に置いてるっていう、そこにも尽きると思います、はい、うん、それが多分本質なんで、それを踏まえて多分、ね、そうですね、利用したりとか参加しないと、うん、まあ、間違っちゃいますよね、うん、そうですね、うん、本質はそこだってことを分かった上でグループディスカッションやらないとなんですね、うん、またありがとうございました。ありがとうございました。